専門はヒューマンインターフェースです。人はコミュニケーションを取るとき、言葉以外にも身振り手振りや視線、さまざまな方法で情報をやり取りしています。大学のオンライン授業や企業でのテレワークがコロナ禍によって皆さんにとっても身近なものになりました。遠く離れた場所でコミュニケーションを取るときに、人は何に注目し、何が足りないと感じるのか、今後の新しいコミュニケーションに向けて技術の研究を行っています。2020年7月に私の講義で教室の360度動画配信を行い、数百人の学生に新しいオンライン授業を体験してもらいました。ここではオンライン授業を通してどんなふうにコミュニケーションが進化していくのか考えてみましょう。一つは人間の特性を知ることで起きる進化。先ほどの授業のアンケートを学生に取ったところ、教室ですることは何かと尋ねると大半が授業と回答しました。次に誰と最も関わるかと尋ねてみたところ、教員と回答したのは半分だけで、それに迫る全体の3分の1の学生が友人だと回答しました。授業中に学生同士の関わり合いがあり、その関わり合いを重要だ、そのように感じている学生が多いということですね。今のオンライン授業は教員から学生への一方通行ですが、学生同士のコミュニケーションを取れる仕掛けにすることで普段の授業により近づくのかもしれません。もう一つはロボットや AI などのテクノロジーの進化。人間にとって変わると考えられていたテクノロジーを人と人の温かいコミュニケーションのために使うのです。目は口ほどに物を言う、場の雰囲気などと言いますが、例えばロボットの目は何を伝えられるのか、場の雰囲気を CG で作り出すにはどうすればよいのか、ロボットや AI を活用して体験できる形の新しいコミュニケーションシステムを生み出しながら明らかにしています。電子マネーのように知らず知らず生活に溶け込んでいく、なくてはならない技術になると思います。人の DNA は変わらず、感じたり考えたりする能力は進化していないのに、 LINE やインスタのような新しいコミュニケーションツールはすぐに取り入れることができますよね。コロナ禍の今、新しい時代に向けて私たちがコミュニケーションに何を望んでいるのかを考える大きなチャンスです。時代を先取りして、ぜひ皆さんと新しいコミュニケーションを作り上げていければと思います。